Mic test. Okay, he's here today. Turn this broadcast on. Got that podcast on air. Konnichiwa desu, Papa. Turn this down a little bit more. There we go, she'll still be able to hear it. プレミアを誘ってくるよ。皆さん頑張ってクエストを探してあげてください。任せてくれ。それじゃあプレミアを連れてその大きな木のある場所に行ってみよう。あ、いたいた。おーい、プレミア。ごきげんよう。いや、探したよ。本当ですか？私も会いたいと思っていました。え、俺に？驚いたということは、そうした気持ちを率直に伝えるべきではない？いや、そんなことないと思うよ。I guess you just... 今誘っちゃっても平気か？一緒に出かけたいところがあるんだ。大丈夫です。どこまでも。おう。なんか誤解を受けそうなセリフをよく、ここ最近は俺たち以外とはあまり接しないようにしているみたい。Picking up from somewhere。しばらく進んだ先に大きな木があるんだって。ここからだとまだ見えないね。肩車とかすれば見えるかな。ね、ちょっとやってみない？肩車か？あ、やっぱやめた。ん？どうした？悪いかなって思って。なんと、ちょっと勇気が肩車をされると、なぜアスナ？だって体が密着するんだよ。密着。そんないかがわしい風に言わないでよ。もう密着するといかがわしい？そんなことないよ。程度にもよるかもだけど。手をつなぐのはいかがわしい？いかがわしくないよ。抱きつくのはいかがわしい？それは場合による。っていうか、これどんどんひどい質問になっていくパターンじゃない？話はこれくらいにして、早く先に進もう。ああ、それじゃあ出発だ。World tree, so we got a tree quest. Hopefully this girl gets some type of big power boost or something.プレミアちゃんがクエスト進むかな。
どうだろう。特に祈りを捧げる様子。プレミア、この木を見て、なん大きいです。つまり荘厳。なるほど。何も起きないね。この木はプレミアちゃんのクエストとは関係ないだな。空振りか。残念だけど楽しい散歩にはなっ、うん、またこうして。じゃあ町に戻ろうか。いい加減にしろよ。あ、なんだろ。向こうから聞こえたな。い、俺たちの狙ってたモンスターを横取りしやがって。はあ、うっさやな、クジラ。クソみたいな戦闘見せられたら吐き気がすんだよ。だから俺が手本を見せ。お前、この前もウェッジさんが戦ってたレアモンスターを奪っていっただろう。ウェ、誰だ、ウェッジ、ウェッジ、なあ、あのセンスのねえモブのことなんていちいち覚えてらんねえ。なんなんだよ、黒の剣士。人のプレイの邪魔ばっかしやがって。迷惑だってなんで自分でわかんないんだよ。うっせえ。強さ、そう、強ささえあればそんなこともされねえだろう。ああ、お前らには無理か。ちょっとゲームが上手いからって得意になってんじゃねえよ。ああ、人からモンスターを横取りするぐらいしかできねえくせに。言っとくけどな、いろんなプレイヤーがお前を邪魔だ、空気読んでこのゲームからいなくなれよ。誰が邪魔だって。え、おい、消えるのはお前みたいな力のないゴミクズの方だろ。弱いやつに居場所なんかねえんだ。この野郎、やめろって。もういいから。ああ、ほら、どうしたかがってこんだよ、ダッセーな。そうして一生吠え続けてろよ。え、モブのヒーロー様じゃねえか。俺に何か用かよ。いや、通りかかっただけだ。そうかよ、うん、なるほど。今日もモブを連れ歩いて仲良くヒーローごっこか。受け、用がねえなら行くぜ。じゃあな。あの人、有名なプレイヤーだって話だけど、よく思っていない人も多いみたいね。楽しいゲームのはずなのに、どうしてプレイヤー同士でいがみ合っちゃうんだろう。人は自分の価値観を相手に押し付けたくなるものだからかな。それって本当は自分を知ってもらいたいという純粋な思いから来るものなんだけどね。自分を知ってもらいたい思いか。Well, it wasn't like we wasn't doing that already. Let's see. I think I got every, all the quests. I think I got all of them. Huh. All right.
found that.